秋田県の佐竹知事はおととい、政治や経済界のトップが集まる会議で、秋田ほどうまいものがあるところはない、四国なんかもう大変ですよ、酒もうまくないと発言。じゃこ天は貧乏臭い、泥目はうまくないとの言葉もあり、波紋を呼んでいます。今日謝罪会見を開きました。四国の方々はもとより、四国と関係のある方々、また県民の皆さんに大変に不快な思いをさせたということで、ここからお詫びを申し上げたいと存じます。佐竹知事の発言について浜田知事は、不穏と不見識な発言だったということで、謝罪されたということについては喜ばしいことではないかというふうに思っております。この機会にですね、高知の泥目だったり高知のお酒だったり、それはどんなものなのかなということを全国の人にたくさん思っていただいて、高知にたくさんの人がおいでいただいてですね、この食とか高知のお酒を自ら確かめていただくというチャンスをいただいたというふうに前向きに捉えて、今回の一連の受け止めとさせていただきたいと思います。佐竹知事は来月の全国知事会で四国4県の知事に謝罪するとしています。